ワイの情報発信ヘニオチャンネル、ダイヤモンドヘッド登山山頂風景下山の動画、約2時間をギュギュッと凝縮して30分にまとめました。ぜひご覧ください。ダイヤモンドヘッド後編、登山編になります。登山の方はこのまままっすぐ進んで、車の方は右側から入っていきます。こちらが案内板の情報です。ハイキングは1人5ドル、駐車場代は1人10ドルで、ハイキング代は別途必要になります。ここで事前予約していた画面をスタッフに見せます。こちらの画面ですね、この前のスタッフに見せて通ります。注意書きがあったので、これまた写真撮ってまた翻訳して貼るようにしておきます。翻訳をしてみました。みんなが楽しめるための注意事項の案内です。ペットを連れては入れません。公園内は禁煙、ドローンはダメ、登山コースでの乗り物禁止、動物の餌やりやポイ捨ても禁止、駐車場での盗難防止対策をすることというふうに書いていました。入り口のところに物販店があるんですけど、結構ここクーポン出てたりするので、割引とかの、ここで買う際は必ず事前にクーポンを調べてみて、買われるとお得で買えると思います。こちらのお店でワイキキへの帰りの片道のチケット12ドルで販売されていました。今回初めてのダイヤモンドヘッドだったので、日本語音声ガイド付きのツアーを申し込みました。Because we're gonna give you these, so we just need you to come back, okay? Okay. And then, 保証としてクレジットカードを預けます。名前を聞かれている状態です。 And then your phone number? 90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 
Japanese? Yeah. Murio, okay. The headphones. Home. And then drum out. Okay. There's 20 audio stops, 19 to the top, 20 when you get back down to the bathroom. Make sure you use the bathroom and drink water before you go up because that's the only one in the park. None along the way. To punch in the audio, hit the blue dot, punch in the number, 1, 2, 3, 4, the numbers. Yeah. Enter. Make sure the volume's up on the side button as well as screen. Because if one down, no music, okay? And then you can replay it however amount of times. First stop at the old parking pay area. You see the sign right there? That's the first sign, okay? Thank you. Thank you. Bye bye. See you later. Hello. すごい面白い。じゃあ、ヘッドホンへ行くか。こちらがツアーマップになっており、山頂まで20箇所のポイントがあります。各ポイントで端末に番号を入力すると、その場所にちなんだガイドや情報が流れます。端末自体はスマホと同じで、音量の上げ下げや操作方法も簡単です。ちなみに1番は駐車場なので引き返して確認するように言われたんですが、英語が理解できておらず、そのまま先に進んでおります。 First stop at the old parking pay area. See the sign right there? で、ここがバスルームですよって言ったから、入り口の、ないって言ってたね。ここでバスルームだから済ませといてねって、はい。トイレの前にお水補充するところがあります。ちなみにここもペットボトルが売ってるんですけど、水が売ってるんですけど、こちらで水が補充することができます。
そういう感じで水を補充することができます。それではハイキングを開始していきます。今回は上り下り全ての道を見ていただきたいので4倍速を多めにしております。そんなにしんどくもなかったのでまだ登ったことのない方はぜひ参考にしていただき頂上の景色を見てほしいと思います。こんな感じでオーディオツアーがここだよ。で、ここでツアーポイントを押して3で確定。じゃあ次の日本語ガイド付きツアーですが感想としては非常に良かったです。一部ポイントが見つけにくい箇所もありましたが説明を聞きながら見るとより感動できました。ただ全ての説明を聞いていると上り下りがほぼ終わってしまうので一緒に行く方との会話が少なくなります。気になるポイントだけ聞くとか2回目の登山でガイドありで登ってみるとかお好みで調整ください。ここで登山開始から5分経過したところになります。服装についてですが私は半袖半ズボンでした。すれ違う方はタンクトップの方も多かったです。日本の登山では重装備が良いと思いますが日差しがきついので暑さでやられます。一部歩きにくい場所もあり軽装でこけると怪我になるので心配な方はそれなりの格好をしましょう。こちらにゴミ箱がありました。5番のガイドの場所になります。ベンチもあり休憩できるスペースもあります。舗装された道がここで終わり場所によってはゴツゴツしていました。道幅も狭くなってくるのでご注意ください。ご覧の通り上りは私たちだけで下る方の方が多かったです。11時の予約だったので上る方より下る方の方が多いです。どっち側通行というより手すりを使いたい方もいらっしゃるので避けるように登っていました。ここで登山開始から10分経過です。次の休憩スペースが出てきました。6番のガイドの場所にこの6番のポイントあたりから少し坂が険しくなってきます。周りの景色も広く見えるようになります。上の方を見ると先の方で登っている方も見えるようになります。ちょっと見えにくいんですけどこちらジグザグ登っている感じになります。では引き続き登っていきます。ご覧の通り登山下山ともに人が多くて渋滞する場合があります。このような場合は周りに合わせて歩くために予定通りのスケジュールで動けない場合があります。周りの景色を楽しみながら足元に気をつけて登山しましょう。小学生くらいのお子様からお年寄りの方まで登山を楽しまれていました。ここで登山開始から15分経過したところになります。前の道が先ほど見上げていた箇所になっています。この辺りは傾斜が比較的緩やかで足元はゴツゴツした感じもありませんでした。また休憩所がありました。
だいぶ登ってきました。前に見えているのが駐車場があった場所になります。登山開始から20分が経過しました。ワイキキから見えるダイヤモンドヘッドの裏側になります。頂上も近くに見えてきました。ちょっとここ行ってみよう。あ、ここ10番すごい。すごい綺麗。ここが10番半分以上過ぎたところらへんです。すごい綺麗。写真を撮る感じ。記念撮影をしている方も多かったです。山頂とは違った角度から景色が撮れます。ぜひこちらもお立ち寄りください。こちらは11番のガイドの場所になります。階段のところに来ました。ここは道が細いので疲れている方がいればなかなか進めない場合があります。私の場合は道路の渋滞のように進まずにストップする場合もありました。この階段を登り切るとトンネルになります。こちらのトンネルですが実際歩いてみると1分ちょっとで出口になります。足元用の明かりはありますが結構暗いです。気をつけて歩くようにしてください。出口で2方向に分かれます。右側はさらに階段、左側は遠回りですが坂が多めの道になります。左側を選んで進んでいきます。休憩スペースと12番のガイドの場所です。登山開始から25分が経過しました。右に上がると頂上ですがまっすぐ進んでいきます。13番のガイドの場所になります。すごい。すごい。海の音も聞こえる。すごいね。少し引き返して頂上を目指します。こちらの階段を登っていきます。階段を登ると14番のガイドの場所、このまままっすぐ進む道が15番のガイドの場所になります。突き当たりのこの階段を登ると頂上です。今11時43分なので休憩しながら歩いて40分ぐらい。休憩や撮影タイムが合計10分ぐらいありましたので止まらずに登ると30分ぐらいで来れると思います。頂上には複数展望スペースがありますがスペースが狭かったり階段が細いので混雑していて上に行けない場合があります。周りの景色を楽しみながら待ちましょう。
これ実際ぜひ見てほしいです。すごい景色が広がっててすごい気持ちよかったです。ちなみにこちらが17番18番のガイドの場所になります。グググッとズームをしていきますけど、こちらがトンネルの出口からバスのロータリーや駐車場や入り口が見えます。頂上でもレンタル Wi-Fi の電波がつながりました。12時頃で日本時間だと朝の7時頃だったので、インスタのストーリーを上げてみました。こんな感じで現地からストーリーを上げれました。山頂今から降りていきます。登る動画はあるんですけど下る動画がないんで、せっかくなんでどんな感じで下っていくのか、どれぐらいの時間できるのかをやっていこうと思いますやけれども、ちょっとこっちも見てみるかな。せっかくすごい綺麗、本当にこれまた入れてみたいなんですけどね。狭いですがこちらから入っていきます。入るときは上り下りしづらい階段があるので、こちらご注意ください。トンネルを出て右に曲がって階段を上って、さらに螺旋階段を上がっていくとこちらにたどり着きます。ちなみにこちらが19番の場所です。螺旋階段を上がると過去にたどり着くんですけど、階段が上りづらいのと景色が見れないというところで、上り下りしてる人は見かけませんでした。ちなみにここは第一次世界大戦の時に攻撃統制室として使われていたそうです。ここからの景色も違って見えました。すごい。こちら出る時も狭いので注意してください。前がヘリポートなんですけど、そこの下も偵察できるようになってるみたいです。日差しがだいぶきつくなってきました。もう単純に来た道を下っていくだけです。今が11時56分、下に到着するのが何時かっていうところです。じゃあ今から下っていこうと思います。音声ガイドについて補足します。スタートの駐車場から頂上までのポイントが19箇所ありました。最後の20番についてはタイトルがアロハ&マハロ、エンディングみたいな感じでした。ガイドのポイントについてですが、たまに見落としてますというのも、音声ガイドが 2,3 本ありまして、音声ガイドを聞きながら歩いていくと次のポイントを通り過ぎている場合や、休憩所のポイントでは癒しのハワイアンミュージックが流れてました。なので全てを聞けずに頂上になりました。おすすめは聞き逃しているポイントを覚えておいて下山しながら聞くのも良いなと思いました。今回初めてのダイヤモンドヘッドで音声ガイドを借りてみましたが、個人的な感想としてはガイドを聞きながら登りながら周りを見るので、あまりガイドの説明を覚えていません。最初は景色や同行者との会話を楽しんで、2回目以降でガイドを聞きながら登るのも良いなと思いました。次回もガイドは借りてみたいなと思います。ダイヤモンドヘッド登山をして山頂から日の出を見たいという方もいらっしゃると思います。
ご覧の通り30分ほどで山頂へ行けますが、開園が6時、山頂に6時半とした場合、4月から10月はすでに日の出が終わっています。11月から2月くらいであれば綺麗な日の出が見れると思います。いつかダイヤモンドヘッドで綺麗な朝日が見れる登山はしてみたいなと思います。ただし暗いうちからの移動にもなるので、安全を考えるとツアーの方が良いかもしれません。あと日中は日差しがきついですが、明け方は結構冷え込みますので、服装にはご注意ください。下山開始から10分経過しました。4倍速でもまだ時間がありますので、せっかくなのでダイヤモンドヘッド情報をお伝えできればと思います。今回のコース、トレッキングコースなんですけど、全長で 1.6 キロ、往復で 3.2 キロなんですが、サイトによっては 1.3 キロと表示されているサイトもありました。どのサイトも共通しているのは、片道30分くらい、往復1時間半くらいという形で案内されています。この後昼過ぎにワイキキに戻って散策や買い物をしていました。登山で丸1日予定が潰れるということはなくて、むしろハワイでは食べ過ぎなので良い運動になって、食事やお酒が美味しくなりました。さて今で12時10分降り始めて15分ぐらい、もう半分ぐらい降りてこれてると思います。下りなんで結構流れるようになんですけど、全体的に皆さんゆっくり行かれてるんで、サクサク行くっていうのは難しいと思います。ただ合わせて歩くんで、そんなにしんどくもなくゆったりと、で下りなのと足場がゴツゴツしてるので、気をつけながらゆっくり降りるのがいいと思います。見つけられなかったのですが、この辺りが20番のポイントになります。最後のガイドの場所です。この後5分ぐらいでビジターセンターに到着します。早めに聞いておいても良いと思います。ここまで来るともう舗装された道になるんで、あとはもうスッと下るだけです。今の時間で12時15分なので、ちょうど20分ぐらいで、ね、ここの舗装された道まで来れます。確かここからはあと10分ぐらい。こちら編集時に気づきましたので、ナレーションで説明します。あと10分ぐらいでゴールと言っていましたが、実際は5分ほどで登山口入り口のところまで到着しました。12時過ぎて人も少なく空いていた方だと思います。スムーズに降りることができました。混んでいると30分以上かかるかもしれません。登りの際に立ち寄りましたが、この先にトイレ、バスルームがあります。給水の場所もありますので、水分補給もぜひこのタイミングでしておきましょう。無事に降りてきたんで、一旦休憩して、買い物したりして、ワイキキに戻ると思います。さあ、こちら。JCB クーポンでここのダイヤモンドヘッドビジターセンターやと、このクーポン提示すると、音声マグネットレンタルしたらマグネット、音声ツアーに参加したらマグネットで、25ドル以上でダイヤモンドヘッドビジターセンターのオリジナルトートバッグがもらえるそうです。ちょっといっぺん試しに買い物してみたいと思います。なんかここで置いてる商品はここでしか売ってないみたいなので、
いろいろ買ってみるのもいいと思います。名前を伝えると預けていたカードが返却されてダイヤモンドヘッドの登頂証明書がもらえます。音声ガイドを借りる際に JCB カードで支払いクーポンを提示しておくとオリジナルマグネットがもらえます。無事に登頂証明書とその時のクーポンでもらったマグネットついてます。こんな感じでどんなシャツがあるのか、どれがいいやろね。これでも俳句堂ダイヤモンドヘッド、これかわいい、ね、こう生地が2種類あるね。これが結構そのランナー的なポリっぽい感じが柔らかい。アロハも売ってるけどアロハ買うてもね、ここじゃっていうので柄とやつ柄を見てこっちでここに。でもサンプル見ない柄とかもあるから、シャツ自体に値段がそれぞれ大体$20-30ぐらい。こちらのシャツですが男性用と女性用、子供用があって、あとタンクトップなどもありました。あと他にはキティのコラボ商品のコーナーとかポストカードとかキーホルダーやピンバッジもありました。あとは栓抜きとかバッジとかベンチマークという謎の商品とかコインとか、奥には登山用の軽食もありました。ここでも JCB クーポンを提示しました。合計$25以上 JCB カードの支払いでこちらのオリジナルトートバッグがもらえます。私がスタッフの方へ見せている画面です。英語表示で従業員の方向けの説明なので、 Can I use this coupon? と言って画面を見せると対応してもらえました。JCB で$25以上買ったらこのトートがでかいですけどもらえます。今からワイキキも行くんでちょうどこれを使いたいと思います。今12時45分で11時過ぎにここ着いたんで、今でちょうど1時間45分ぐらいで、今からバス停まで歩いて行ってワイキキに戻ります。ダバスアプリの使い方について説明します。こちらがダバスアプリの画面です。最寄りのバス停を選ぶと近くのバス停が出てきます。その中から自分が乗りたいバス停を選んで最新到着案内を選びます。バスルートを選ぶとバス停が順番に表示されます。上から順番にバスが来る予定になっています。この中から乗りたいバスを選ぶと現在のバスの位置とルートが表示されます。とりあえず最初に来るバスのルートを見て自分が行きたいバス停まで行くのであればそのバスに乗っても大丈夫です。ただし遠回りになる場合もあります。その点を注意してバスに乗ってください。乗客や交通状況で大幅に遅れる場合もあります。アプリを見て臨機応変に対応しましょう。来た時のバス停まで帰ってきました。ワイキキ方面へ行きたいので反対車線のバス停へ向かいます。ここのバス停からすぐなので歩いて行けます。こちらのバス停です。 KCC のバス停の手前の停留所になります。 2L323 のバスに乗るとワイキキに行けます。2L のバスが来たので乗ります。左手にダイヤモンドヘッドを見ながらワイキキに戻ります。今回のハワイ旅の4日目に登山をしました。アラモアナ滞在だったので、この度初めてワイキキに来ました。海を見て、カフェでお茶して、買い物して、ハッピーアワーでビールを飲みました。今回のダイヤモンドヘッド動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。思っていたより気軽に行けます。
ワイキキを出発してこちらに帰ってくるまで3時間くらいでした。その後午後からもハワイをたっぷり満喫できます。まだ登ったことない方もぜひ一度ご検討くださいませ。ヘニオチャンネルではこれからもハワイ情報を配信してまいります。今回の動画が参考になった方はいいねやチャンネル登録していただけると嬉しいです。あとインスタグラムでもハワイの体験や役立つ情報を投稿しております。皆様のハワイ旅にご活用いただけると思います。ヘニオチャンネルと合わせてご覧くださいませ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。